カズル3回目3回目、はい、田島美香、はい、前回は田島美香ちゃんの、はい、まあ、自己紹介というか、なんでそういう今のお仕事をするようになったきっかけとか流れとかで、今後どうしていきたいかっていうことですね、伺ったんですけど、今回私が福島美香さんの、はい、エピソードをお聞きします、ね、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、そもそも1回目でも、まあ、ちょっとお話ししていただいたんですけど、 なぜ茶道を始めたのかも改めてお伺いしてよろしいでしょうか。はい、まずその茶道を始めたきっかけが、部活選びが本当に一番最初でした。で、部活選びで、私中高一貫校の女子校だったんですけど、まあ、大体部活に入るとみんな6年間続けるんですね。で、そしたら、まあ、6年間続けられるっていうことを前提に皆さん結構みんな選ぶんだけど、私は実はその小さい頃アトピーとか喘息とかであんまりこう体が強くなくて、で学校にも通えてない時期があったりとかして、みんなよりなんか勉強が遅れちゃったりとかっていうことで、結構そのなんていうのかな、人とうまく小さい頃コミュニケーション取れなかったりとかして、でなかなかこうその自分とその人がこう関わるっていうことが多分その時はあんまり得意じゃなくって、結構自分の世界を作っていくっていうことに対して興味があったというか、まあ、絵を描いたりとか何か物作ったりとかっていうのをよくやってたんですけど、なんかその中でこう茶道ってすごいその要素が実は強いと思っていて、例えばお茶会をもてなすにしても、ただはい来てねじゃなくって、こういうテーマでやります、じゃあそのためにはこういうお道具を取り揃えて、でこの時間にやって、で自分もこのお着物着て、でこういう風にお手紙書いてっていう、こう自分の世界観を表現することができるですね。なんかそういうところがなんかすごい自分の世界観を作るっていうのと何かこうつながってる気がしていて、なんかそれがすごくいいなと、なんか話がちょっと飛んじゃったんですけど、はい、なんか確かに一つの空間を作る、一から作る、一から一応その茶道っていうのは、まあ、日本の四季があるように、うん、一応こう夏は夏のテーマで、秋は秋のテーマで、冬は冬のテーマで、で実はその日付によってもだいたいこういうテーマでやってる、一応歴史上決まってるんですけど、まあまあでもそこまでは皆さんまあなかなかあれなんですけど、そうなんですね。だからその一つ一瞬一瞬を大事にして、その一瞬一瞬に世界観をこう作り上げる、そういう考え方がすごく好きで、特に現代というか普通に、まあ、何をもって普通かっていうのはあれなんですけど、こう、まあ、私今 本業は普通の会社員なんですけど、普通にこう会社員とかやってると一瞬一瞬のこととかでなかなかこう過ぎ去りやすいというか、いちいちこう あそこにタンポポ一本咲いたっていうことに対して喜びってなかなか気持ちに余裕がないとなんか難しいんだけど、でもそういう小さな幸せをこうめでる、大事にするっていうのってすごく気持ちが穏やかになるというか、確かになんかこう人によく見られようとか人にこう負けないようにって頑張って、すごい頑張ってなんかいいブランド品持ったりとかなんか取り繕ったりとかじゃなくって、ただただそこに目の前にあるものに対して、あ、なんかこんな恵まれてるんだなとか、実はこんな豊かなんだなっていう風に感じられる心が実はすごい幸せなんじゃないかなと思ってて、
なんかそれをこう連想させてくれたり想起させてくれるのが茶道の考え方だったり、その茶道っていうものを作り上げてくれた先人のその教えだったりっていうのをこう学べば学ぶほど深みにはまっていくというか、確かにそうですね。なんか気づくか気づかないかってすごい、なんだろう、さ、なんうまく言えないけど人生においを大きく左右することがすごい、いっぱいある気がする。なんかそこに気づいたからその道を選ぶってことじゃないですか、はい、っていうのをなんかそう、お花、確かにそうですね。だからそうですね、だからその、まあ、13歳の時に、まあ、茶道を始めようと思ったのはちょっと校則が厳しい学校で、その帰りにまあ、どこまでが厳しいかちょっと他の学校が分かんないんですけど、例えばプリクラ撮って帰っちゃいけないとか、やっぱそう、いや、あって、でなんかすごい不思議なのがペットボトル持ってきちゃいけないとか、あとなんかシャーペン使っちゃい、あ、でもそれは小学校の頃かな。シャーペンは小学校の時6年生まで許されなかったのがありました。あ、じゃあそれは違うかな。あとなんか、なんだろう、あ、スカート短くしちゃいけない。あ、それは、あ、でもそれは、まあ、まあ、ある程度はあると思う。でも結構厳しくて、なんか髪も染めちゃいけなかったりとか、高校生になっても、はい、いろいろあって、そうなんですよね。で、なんか、そっか、帰り、思春期でお腹空くのにお菓子食べれないなんてって思うじゃない、はい、で、すごい食べるの好きだったので、まあ、お菓子、ただで食べれるし、ラッキーと思って入ったんですけど、すごいなんかそういう教え、その、茶道っていうのはただのお作法とかじゃなくて、そういうこう日本人の精神性とか歴史、文化、人生における教え、精神性、宗教性、いろんなものを含んでて、で、それが形になって現れてるっていうのが、っていうお話をこう教えてくれる時間が本当に私は大好きで、もう先生とか割とちょっとお年を召されていて、同じ話を3回も4回もするんですけど、私はもう新鮮な気持ちで、すごいそれがすごい楽しくて、どん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 からそういうこうなんか世界観というか、その茶道の在り方、中身にどんどんハマっていったっていうことで、今どんどんそれを分かりやすく、かつその現代の生活にこう活かせるように、皆さんがこうよりこう心地よく、心豊かにというか、穏やかに過ごせるように気づいていただけるように、発信を頑張ってというか、まあ、私なりの言葉で発信してってるっていうのが今現段階ですね、はい。なるほど。今後はどうしたいか、展望野望ありますか。そうですね、結構大きい夢見がちなのでそうなんですか。大きい夢見がちなのであれなんですけど、実は私美大を卒業していて、で、まあ、でも美大は芸術学っていう、その芸術における学問を中心だったんですけど、でもその後IT の会社でウェブデザインをやって、で今その会社員なんですけど、ウェブ関係の仕事をしてるんですけど、結構やっぱりその作ることってやっぱり楽しいなと思って、でその一つとして茶道の道具を、あ、なんか可愛くアレンジしたい、やっぱり茶道の道具もいろいろ実はそのこうわびさびのそういう精神が根付いてるからこそのデザイン性なんですけど、でも多分それってそれを知ってる人にしか伝わらないから、なんかこう最初は、あ、可愛いとか、あ、素敵っていう入りでもいいと思うので、そういうこう例えば着物を着た茶道具とか、
コスプレした茶道具とかそういうなんかこうもっと皆さんが目に引くような、うん、興味を持ってもらいやすいような茶道具を作りたいっていうのと、うん、あとは、そうですね、個人的にイギリスが結構好きなので、奇遇ですねでもイギリスでもこの間でまあ2年前ですかね、はい、2016年の年越しイギリスロンドンで迎えたんですけど、その時見た時に日本の茶道のお抹茶の道具とかお抹茶が売ってたんですよね、普通にお店で。なので、まあ、お茶つながりでイギリスにちょっとお仕事ができたらいいなっていうのと、あの学生時代ちょこちょことあの外国人の方向けにお茶会やってたので、なんかこうもっと外国の方、英語圏、中国圏、まあ、どこの圏でもいいんですけど、そういう風にこう可能性が広がったら嬉しいかなと思ってます。楽しみです何か作りましょう。お願いします。そうですね、で何かこう私も茶道っていう一個の分野だけじゃなくって、茶道をかける何々、茶道をかける音楽でもいいし、茶道をかけるファッションでもいいし、っていう風な形でもっとこういろんな可能性を広げられていけたらいいなと思ってます。楽しい、なんかアフタヌーンティーをお抹茶でやったらとか楽しいの、楽しそう。私もそれ実は思ってて、でもあの三段のやつあるじゃないですか、はい、で私あのイギリスのお茶のやつも調べ上げたんですけど、はい、イギリスはイギリスで、はい、やっぱりこういろいろ意味とかあってのあのスタイルらしいんですよね。なんかこう順番に食べていくとか、あの並び順、デザートで浮かんでとかそういうのもあるらしいので、まあ、それもそれで面白いなと思って、はい、なるほど。お茶文化はすごい面白い。深いですね。深いですね。漆のより深いです。いやいや、漆はでもやっぱりこうタイ、もう漆自体がもう人とか自分と向き合う方かなってなんとなく感じ。そうかも。きっとでもお茶もその自分がその心を豊かにするための一つの文化だなってすごく感じるので、やりたいな。お茶をやりたい。せっかくだし、この動画中に1回はぜひぜひお茶やりましょう。はい。なんか皆さんにもやってみたいなって思えるようななんかこうお伝えの仕方ができたらいいなと思ってます。そうですね。はい。この辺で。この辺で。今日はこの辺で。はい。また、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。あ、Thank you。シェンシェ。グーテンダークって違う。あ、違う。ドイツ語？ドイツ語。あ、わかんない。まあ、違う。ふだってしちゃった。